彼らが生きている時、そしてその性加害があったとされている時期にもですね、ジュリーさんは取締役、ジャニーズ事務所の取締役だったということで、責任はもちろん、えー、これ事実だとすればの逃れられない、えー、という、ま、法的な枠組みにはなってるんですけれども、まあ自分はよくわかんなかったと。 え、というふうに弁明をされているということで、おいや、俺は絶対やってないんだって、おじさんが言ったところでですね、本当ですかっていうふうに本来は、その取締役として、牽制をしなければいけないんですけれども、まあ実際のところ、その目利き、まあ彼の天才的な目利きはもしかしたら、その未成年の男子へのですね、いあの異常な執着によってもしかしたら生まれてたの、えー、生まれてたのかもしれないと思うと、非常に、えー、残念ではありますけれども、 えー、まあ、全然その実態が解明できないと。えー、第三者委員会を設置して実態を解明しようともしてないというようなことでですね、わからない中でこうやって謝罪をしてしまうのは、いかにも日本的だなというふうには思います。こんなのもね、欧米でやったらですね、アメリカとかでやったら、わかんないのにお前は謝罪をしたのかと。 というところで巨額の民事裁判のですね、賠償金を払わなければいけなくなる。えー、つまりですね、未成年に対して、子供に対してのですね、性加害というのはですね、もう欧米では、もう本当に厳罰に処する、処するということで、もう社会復帰できないぐらいの非常に大きな罰、社会的な罰も受けることになります。えー、当然ながらですけれども、ジャニーズ事務所のタレントは、あまあ、少なくともメディアにはもう二度と出れないと。えー、それどころかですね、 ええー、まあ、そのジャニーズ事務所と取引があった、例えばテレビ局だったりとか、メディア、えー、あるいはそこに資金提供してた人たち、あるいはですね、その関連会社の方々、例えばジャニーズエンターテイメントとかですね、まあ、そういった方々まで類が及ぶ、あこれもしこれがですね、そのカウアンさんっていう人が、えー、まあ、告発してましたけれども、この内容がですね、正しいとすれば、 えー、これはですね、その後輩たちへのですね、そういった性加害を、まあ、黙認したと。まあ、売れるためにはこの儀式を済ませなければいけないんだ、みたいな形でですね、えー、こう後輩たちがそういった性加害を受けるのをですね、見殺しにしたと。そういうふうに考ええー、られます。ということでですね、そういった方々も、まあ、欧米の基準から言うとですね、もうメディアには二度と出れない、みたいな感じに、 えー、なってしまいますと。えー、まあ、それぐらいの大きな、これはもう本当にあの、メディアを震撼させる大きな事件になってしまうんじゃないかなというふうに思います。でも、一番不思議なのはですね、スタンドプレイが好きな、えー、こういった警察、お,および検察がですね、全く動いてないこと。これが、うんうん、まあ、この問題の闇をひもう一つ大きくしていることなんじゃないかなというふうに思います。えー、東京地検特捜部とかがですね、 正義の味方だっつってですね、そんなもう未成年への性加害なんか許さないって言ってですね、勇ましく出てきそうじゃないですか。ここが闇なんですね。おそらくですけれども、これもまあ、もしかしたらですね、その性接待みたいな問題ってあるじゃないですか。そのどこまで明示的にやっていたかどうかわかりませんけれども、よくね、その芸能界で性接待なんて話がありますけれども、いやー、うちのね、あのー、タレントを売,売れさせるためにですね、えー いや、もう一晩寝てこいみたいなことを言う人はさすがに今現代にはいませんよ。まあ、ジャニーズ事務所って昭和からある事務所じゃないですか。だからどこまでそういったことが、まあね、明治的になのか、なんとなく雰囲気でとかわからないですけれども、当然ですね、そういった警察とか検察の中にもですね、ちっちゃな男の子が好きな、ね、イケメンの男の子が好きなですね、そういったね、まあ、ゲイの人とかも当然いると思いますので、 まあね、そういった人たちに、もしかしたら、そういった、なんかわかんないけれども、性接待。あるいはなんか、性接待忖度みたいなね、えー。そういったことがなされてるんじゃないかっていうふうになんかカンぐるぐらい、この、捜査機関のね、動きがめちゃくちゃ良くないんですよね。ここまで大詐ぎになって刑事事件化しないって、やっぱ変だよね。えー、というふうに私は、あ思う。 今回の事件で思いました。ということで、いってらっしゃい。